はい、ホーム後進行ライディングチャンネル、今日もトラックからちょっとまた久しぶりですけどね、発信していきたいと思います。今日はね、ステム、ホンマステムホンマステムのことをねちょっと含めて話していきたいなと思ってます。まあ僕の経験の中でね、まあ、今時のオートバイ、まあ実はね発表はしてませんが、影ではちょこちょこ、多くのメーカーの市販マシン、市販車かな、カウルがついたオートバイかなを、まあ、中心にね、乗っててね、どんな感じかっていうのはなんとなくわかってます。なんとなくわかってます。で、まあ、そこでですね、まあ、ホンマステムっていうのをちょっと取り入れようと、まあ、思いましてね。で、まあ、日本で作ろうかなと思ったんですけど、まあ、なかなかコストも高いし、たまたままあ、海外で、の知り合いで、まあ、オートバイも提供してくれるということでね、テスト車両も、今年の、去年のモデルかな。まあ、最新モデルですね。オートバイをその、提供してくれるということで、まあその車両を使ってテストをしていくんですけど、まあ実物がないとなかなかね、試作品はできないんで、とりあえずその提供していただいたね車両のステムを元に、こうやって変、ここを何ミリにしてくれ、まあ僕のコンピューターでね、ここを何ミリにして、ここを何ミリにして、ここをこういう素材にしてっていうことでね、いろいろ、まあ、試して、作っていただいて、まあ、去年の、8月ぐらいだったかな、9月ぐらいにはもうできてたんですけど、なかなかその、コロナの影響で進まず、まあ、海外っていうこともあって進まず、やっとね、そろそろテストができるよっていう、体制になったらしくて、まあ、本当はね、僕は走りに行きたいんですけど、その、なかなかね、今海外って渡航って難しいじゃないですか、もうね、コロナであれだこれだっつって。で、まあ、とりあえずね、まあ、現地のライダーに、乗ってもらってインプレッションを聞こうかなと思ってるんですけど、まあ、ホンマステムのね、何がいいんだっていう、まあね、Facebook でもね、いろいろ、書き込んでくれた方はいるんですけど、まあ、その、まあ、はっきり言って、まあ、僕が感じたことね、僕は、まあ、全メーカーね、カウルのあるバイクはね、フロントの接地感がないんですよ。薄い。で、接地感ってなんだったね、いつ、どこまで攻めていいかわかんない？いつってか、どこまで攻めていいかわかんない？どこまで攻めると滑りそうになるとか、ここまでは大丈夫だろうっていうのがね、すごくつかみづらい。で、その、っていうことは、その、例えば、まあ、限界がね、40度、まあ、35度、40度、40度だとしましょう。ね。まあ、で毎回、まあ、40度で止まればいいんですけど、その、フロントの接地感がないとね、42度っていっちゃうんですよ。で、まあ、たまたまね、そこのグリップがいい、たまたまその路面がグリップ良ければいいですけど、まあ、その、滑りやすいね、路面だったら、その、転んじゃうわけじゃないですか。滑っちゃうわけじゃないですか。でね、本当はね、その、フロントの接地感っていうのはね、もっと、やっぱ、なんていうの、難しいっていうか、もっと高度なもので、その、実は、フロントの接地感の中には、どういうことが含まれてるかっていうとね、路面って、その、コーナーに、まあ、サーキットで言うと、コーナーによっても、グリップが違うわけじゃないですか。ね、で、まあ、特に、街中なんて、交差点によってはね、もうすごい滑りやすい、もうなんかテカった路面。いや、逆バンクの路面。とか、もういろいろあるわけじゃないですか。で、その路面に対し、走ってるとね、この路面、バンクさせるとか、この路面ってグリップ低いなっていうのが感じ取れるっていうのが、フロントの接地感なんですよ。それがね、もう、薄い。
あの、本当今時のは。だから結局マルケスも、結局ね、これ多分、MotoGP マシンも多分同じだと思うんで、見ててね、症状。だから転んじゃうと思うね。で、まあ、これがまあまあ、市販車にも来てるのかなっていうね。まあ、僕が妄想してるんだけど、乗ってみてね。で、そこで、まあ、まあ、完全に治るわけじゃないよ。完全に治るわけじゃないんだけど、僕の本マステムを採用することによってね。完全に治るわけじゃないんだけど、まあ、少しでもね、その部分が感じ取れやすくなるようにっていうものを目指して、とりあえず作ったんです。まだ走ってません。とりあえず作った。で、そろそろ走ってもらえるっていうね、話があったんで、まあ、良ければね、まあ、僕が行けなかったら、まあ、そのパーツを、ステムを送ってもらってね、まあ、日本で僕が乗ってね、テストするっていうのが一番いいと思うんで、まあそういう形になると思うんですよね。その時はですね、忍者の400なんで、ご協力していただける方があったら、その時はお声掛けしますので、ご協力してください。ね、たまたまね、海外で協力していただける方が忍者の400、今方のね、最新型の、忍者400を持ってるってね、その方が、提供していただける、協力していただけるんで、忍者400の、本マステムが世界で1個あるだけです。うん。で、乗り味は、まあ、感覚的な部分ではかなり変わると思われます。うん。まあ、誰が乗ってもすぐわかるぐらい変わると思います。そのぐらい、やっぱりその、フロントの接地感っていうのを、出す方向で、持ててますよね。まあ、その、フロントの接地感っていうのはね、すごく、その、今は言わないのかな？ちょっとね、サーキットにも全然行ってないし、ライダーのコメントも聞いてないんで、その、フロントの接地感っていうのは大事だっていうのはね、まあ、それすら、今の世の中は消えてしまったのかなとは思ったりもしますけど、現実的にはちょっとわからないんですが、結局その扱うものなんで、そのなんていうんですかね、本当の限界のところで扱う道具はやっぱりオートバイであり、まあそれがまあオートバイの魅力でもありますよね。その四輪ね。乗用車とオートバイの違いっていうのはね、やっぱり乗っていただくと、その、危ない部分がね、すごく魅力。その、人車一体になれるわけじゃないですか。で、特にね、まあ、僕がよく父親から聞いたのは、オートバイは乗り方によっては、とても危険な乗り物にもなるし、乗り方によっては、とても安全な乗り物にもなると。ね。人にも傷つける可能性は、車よりはるかに低いし、ね、安全に乗れば、本当に、はるかに乗用車より、もう、安全な乗り物に変わるんで、そこを間違えるなってよくね、言われてたんですけど、まあ、ちょっと間違えてレースの方行っちゃったかもしれないですけど、まあ、レースもね、より安全に、っていうのをやっぱり、転倒しないようなね、形で、マシン開発ってね、していかなきゃ、本当はいけないと思うんですけど、まあそういう風にやってるとは思いますけどね。で、まあそこで、ちょっとね、開発、するところでね、テストライダーと、まあ僕がね、自分だけで言ってる、まあ、開発ライダーとテストライダーは違うんだっていうところでね。まあ、やはり、まあ、どういうふうに違うかっていうと、まあ、A、B、C とね、パーツがある場合、この3つのね、パーツで、テストしてね、一番やっぱり旋回量が高くてね、タイムが出る部品はどれだ？そのパーツでっていうテストをする場合、まあ、例えば、テストライダーだとね、やっぱね、A、B、C の B が良かった。うん。
B がやっぱタイム出ると。うん。で、A、B、C と比べたら B が、いい、こっちの方向です。っていうテストがやっぱりテストライダーなんですね。で、まあこれは、現役のライダーもこうやってやる、こういう評価をすると思います。うん、で、開発ライダーはね、何が違うかっていうと、確かに同じ、乗ったら同じになんなきゃダメですよね、評価は。確かに B はいいけど、まあね、これって今ね、いう接地感がなくなる。少し消えかけてる。ね、で、こっちの方向は確かに、旋回性能は良くなってタイムは出るんだけど、接地感がなくなる方向でもあるんで、その、タイヤがいいとき、ニュータイヤでまだグリップが全然問題ないときは、タイムは出るけども、タイヤが減り出してきたときとか、まあ、路面状況が悪くなったときとかに、すごく、まあ、悪影響が出やすい方向にある。で、結局、このパーツを使って、まあ、一発のタイム、まあ、ポールポジションは取れるかもしれないけど、その、30周、25周、30周走った時の、トータルタイムはちょっとわからない。変わらないのかもしれない。し、もし変わらないとしたら、リスクが高くなる。うん。分、その、非常に危険の高い、部分を持ったタイムの出るパーツだっていうね、ことを、伝えるし、その、こっちの方向、やっぱりその、全レースベスト、すごいいいタイムを出して、一周一周、超いい、ね、人よりもはるかにいいタイムを出して、勝つことは必要なんだけど、その、この、まあ、例えば B という、まあ、旋回力が高くてタイムは出るけども、年間で考えた場合ね、ちょっとこれは転倒のリスクがね、高まってくるから、僕は使うべきじゃないっていう判断をするし、まあ、そこまで言ってたらね、例えばの話だけど、で、例えばそういう、その、転倒のリスクが増えてくる、タイムは出るけど転倒のリスクが増えてくるっていう、ことを意識して僕はすごくタイム、作るんだけど、それってなかなかできないんだよね。やっぱりどうしても、現役のライダーとかね、まあ、テストだけしかやってないライダーっていうのは、やっぱその、タイムばかり見てしまうんで、まあ、いいとこと悪いとこ、まあね、いいとこ探しをしちゃう。テストでね。で、いいとこ探しをしてしまうと、その、結局はまあ、悪いとこが薄れて気がつかなかったり、とんでもなく悪くなってから気がつくことになっちゃうんで、僕はいつはもうその、人間の性格と一緒でね、いいとこあったら絶対悪いとこあるだろうっていうのをね、いつも気にしてね、確かにいいけど、まあ、転倒がしやすくなるような、その方向性には絶対持っていかない。まあね、そういうオートバイなんていうとね、ライダーが育たないんですよ。若手の、その、なんていうのかな、トントン拍子で速くなるライダーもいるし、僕は実はトントン拍子じゃなかったんで、その、やっぱり階段一段ずつ登るタイプの、ライダーなんですね、僕は。で、そこの途中でね、何度もやっぱその、裏切られるようなね、オートバイに裏切られるような、症状でね、転倒が起きてしまうと、やっぱり心が折れるし、まあ、そういう、トータル的でやっぱり手に馴染むものっていう、ものの中で、やっぱりその、いいものを作っていく、タイムを出るものを作っていくっていう、まあ、そういう教えを師匠からいただいたのかな。まあ自分の中の経験でもそう思うしね。でもね、僕の師匠はこんなわかりやすくは、教えてくれませんよ。ハンドリングのいいオートバイってどういう感じですかって、普通だって言うんですよ。なかなか、その説明がね、10年ぐらいやっぱかかりましたね、解読するのに。もう今は何言ってても大体わかるんですけど、まあまあ10年は大げさだけど、かなりの時間を要しました。なかなか直球で物事言う方なんでね。その、噛み砕いて、まあ、言っていただける方じゃない。まあ、職人なんでね、バリバリのね。まあ、その辺は、僕と違って、ね、バリバリの方だったんで、難しかったですね。まあ、話は戻しますけど、そのステムは、
とりあえず、僕のコンピューターで作ったものなんで、その、やりすぎちゃってるかもしれないし、もしくは、まだ足りないの、ないかもしれないんで、まあ、今後ね、出来上がりに近くなったらね、画像を含めて、僕の走るのを含めて、僕のコメントを含めて、やっていきたいと思います。そういうことで、本マステム、とりあえず、とりあえず時間はかかってますけど、完成に向かってます。それでは。